経済活動の再開が進むアメリカで新型コロナウイルスの感染が主要な高速道路に沿った形で拡大している兆候があることが分かりました。東部ペンシルベニア州フィラデルフィアの小児科病院の研究グループなどは17日までにアメリカ国内384の地域で感染の症例を追跡した結果、主要な高速道路をなぞるようにして周辺で感染が広がっていることを明らかにしました。外出制限の緩和により車を使った長距離の移動が増えたことが大きな要因だと指摘しています。また先月末以降、感染が集中する都市部からビーチに出かける人も多く、海岸沿いの地域などにも拡散しています。南部フロリダ州などで感染が拡大していますが、今後高速道路を伝って感染が南部から北部に広がると分析されています。